ソニーアルファー、ソニーアルファーネックスシリーズネックスマイナス5アルファーネックスはソニーが展開するミラーレス一眼カメラのシリーズである。2008年12月初旬にデジタル一眼レフカメラのアルファーのモッとサイズの小さなものというコンセプトをもとに開発が始まった。2010年のフォトマーケティングアソシエーショントレードショーにてレンズ交換式の APS C センサー搭載のミラーレス一眼カメラのモックアップの披露と2010年内発売の発表を行い、同年5月には NEX-3 と NEX-5 の2機種の詳細な仕様と発売日を発表し、2010年6月3日に NEX-3 を6月10日に NEX-5 を発売した。ソニーのカメラとしてはアルファーとサイバーショットの中間に当たるが、 サイバーショットの上位ラインではなく、あくまでも、アルファの系列だとしている。発売当時、ミラーレス一眼カメラは、パナソニックやオリンパスなどから発売されており、ミラーレス一眼カメラとしては後続である。しかし、先行する、オリンパスパナソニック2社のマイクロフォーサーズ規格よりも、大きな APS-C サイズのイメージセンサーを使用した規格を、採用しており、ボディも発売当時で、 世界最小最軽量となっている。レンズマウントは従来の A マウントとは異なり、新たに NEX 用に開発された E マウントシステムとなる。ミラー機構が搭載されていないため、従来の一眼レフカメラからの大幅な小型化を実現した。なお、NEX は NEX ではなく NEX と読むのが正しい。2013年10月発表の α7 シリーズ以降、 アルファネックスの名は廃止され、アルファで統一されることが発表されている。実際の型番にアルファは付かない。ネックスマイナス3アルファネックスマイナス32010年6月3日、発売。1420万画素、エクスマーシーモスセンサー、バイオンズ画像処理、エンジン、オート HDR、D、レンジオプティマイザー、スイングパノラマなどを搭載し、 ISO200 から12800まで対応した。MPEG4 形式 1280X72030P のハイビジョン動画撮影も可能。アクセサリー集には、スマートアクセサリーターミナルを採用。NEX-C3αNEX-C32011 年6月24日、発売。1620万画素、XMARC MOS センサー。 バイオンズ画像処理エンジンなどを搭載。ISO200 から12800まで対応。省電力化により、撮影枚数も400枚に増加した。大きさ 109.6X60.0X33.0mm、左右すぶ 25.9mm、本体質量 225g を実現し、発表時点で APS。 C サイズのイメージセンサーを搭載したレンズ交換式、デジタルカメラボディにおいて、世界最小、最軽量。アルファアネックス解散2012年6月15日、発売。3シリーズで初めてアベッジ度形式の1920、X1080 60、60i24P のフルハイビジョン動画撮影に対応し、ISO も16000まで対応。 液晶モニターは上方向に180度回転し、自分撮りが容易になった。撮影した画像を自動で切り出し、プロのように仕上げるオートポートレートフレーミング機能、そして全画素超解像ズームを搭載した。フラッシュは、NEX-7 同様内蔵式。αNEX-3N2013 年3月8日、発売。本体側にも、ズームレバーを搭載した。また、 オートフレーミングが強化され、人物認識が二人まで可能に。オート追尾フレーミングも搭載され、動いている被写体や鼻などの被写体にも機能が働くようになった。なお、F3 に搭載されていたスマートアクセサリーターミナルには搭載しない。グリップが薄くなり、爪の長い女性でも持ちやすいように改善された。また、液晶は、 下方向への調整ができなくなっている。それ以外はほぼネックス解散を踏襲。α50002014 年2月7日発売。ネイナス3 n の後継。APS-C サイズのセンサーを搭載したレンズ交換式、デジタルカメラとして、世界最小最軽量を歌う。α7 同様の画像処理エンジンバイオンズ X を搭載し、 ディテールリプロダクション技術により、リアリティが向上した。Wi-Fi に加え NFC も搭載し、プラメマースカメラアップスにも対応する。また、HDMI 端子はこれまでのよりもさらに小さい、タイプット端子に変更された。α5000 以降の E マウント機については α を参照。αNX-52010 年6月10日、発売。四百二十万画素。 x マーシーモスセンサー、バイオンズ画像処理、エンジン、オート HDR、D、レンジオプティマイザー、スイングパノラマなどを搭載し、ISO200 から12800まで対応。アベッチド形式 1920X1080、60i のフルハイビジョン動画撮影も可能。NEX-5NαNEX-5N2011 年9月9日、発売。 1610万画素、XMARCMOS センサー、バイオンズ画像処理エンジン、タッチパネルなどを搭載。ISO100 から25600まで対応。アベッチド形式の 1920X1080、60I60P24P のフルハイビジョン動画撮影も可能。αNEX-5RNEX-5R2012 年11月16日、発売。 ネックスマイナス 5N の後継。増面移相差 AF とコントラスト AF を組み合わせたファストハイブリッド AF を搭載し、対応レンズでは合照速度が大幅に短縮された。また、無線 LAN 機能を標準搭載し、プラメマースカメラアップスと呼ばれる追加機能を導入することができる。液晶はネックス解散同様自分取りができるように180度回転が可能。 F3 と比べ、下にも50度まで向くように強化されている。また、設定を素早く変更できる、コントロールダイヤルに加え、全画素超解像ズームも搭載する。本機種及び Nex-6 は USB 充電に対応した。なお、この機種と Nex-6 より、レンズキットがパワーズームを搭載した。 EPZ16 から 50mmF3.5 から5.6オースに変更された。αNEX-5T2013 年9月13日発売。NEX-5R の後継かつマイナーチェンジモデル。α シリーズでは初めて NFC に対応し、同機能を使ったワンタッチリモートとワンタッチシェアリングに対応した。また、液晶がトリルミナスカラー対応になっている。 それ以外の性能はほぼ NEX-5R に順ずる。αNEX-7NEX-7K2011 年11月11日には発売日未定と発表され、その後2012年1月27日発売予定と発表された。2430万画素、XMARCMOS センサー、バイオンズ画像処理エンジン、有機エル電子、ビューファインダーなどを搭載。 ISO100 から16000まで対応。アベッチド形式の 1920X1080、60I60P24P のフルハイビジョン動画撮影も可能。アクセサリー集にはオートロックアクセサリー集を採用。アルファネックスマイナス6同日発表されたネックスマイナス 5R 同様2012年11月16日発売。ネックスマイナス7の回帰手にあたる。 ただし、NEX-5R と同様に、無線 LAN 機能を搭載し、プラメマースカメラアップスにも対応。7がトライ、ダイヤルナビと呼ばれる、ダイヤルインターフェースで操作するのに対し、6では、NEX シリーズでは初めて、モードダイヤルを搭載する。その下には、コントロールダイヤルも装備され、これまでの一眼レフに近い操作感覚を実現した。イナス5 r 同様、 USB ポートからの充電にも対応し、全画素超解像ズームも搭載。アクセサリー集は7の、オートロックアクセサリー集ではなく、α99 同様のマルチインターフェース集になる。詳細は、ソニーのビデオカメラ製品一覧 X、VG シリーズ、アベッチド、MPEG-2 メモリースティックデュオ、SD メモリーカードを参照。ありがとうございます。